ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文孝です。高齢者を光り輝く高齢者にする起爆剤の情報を流しております、宮崎文孝です。今日は人生にもっと笑いを、人生にもっと感動のシリーズの中の第3弾です。第3弾は日本一短い笑いの手紙というね、丸岡町文化振興事業団新一筆計上賞の中から行ってみたいと思います。妻へ、二人で定額給付金で温泉に行った後、一人でまた温泉に行ったのは何の癒しの旅ですか？55歳のこれは男性の方でしょうね。妻へ、良いことなんか何もなかったのに、これは笑いじわよってありがとうごめん。62歳の男性の方ですね。妻へ、良いことなんか何もなかったのに、これは笑いじわよってありがとうごめんって方ですね。宿題さんへ、外で遊ぶ友達の笑い声を聞く。宿題さんよ、もう僕を家に閉じ込めないで。中学生2年の方です。思春期の息子へ、今に降りてきて一緒に笑おうよ、そのためにお笑い番組見つけてるんだから、母より。43歳の方です。あなたへ、笑いは免疫アップというあなたに感謝。再婚して私のがんも冬眠中です。ありがとう。57歳の方です。弟へ、お母さんが今日衣替えだねと言って、え、衣替え、僕はすごく笑えたよ。お母さんが今日衣替えだねと言って、え、衣替え、僕はすごく笑えたよ。小学校5年方です。90歳の母へ、脳梗塞で言葉をなくし、でもおならが出たと大笑い。お母さん、みんなわかっているのね。60歳の会社員の方です。最後は単身赴任の父へ、会えた時は丸の口で笑えるのに、お別れの時頑張ったら四角の口で笑えた。15歳の高校1年の方であります。そうですね、日本一短いは笑いのテーマですが、まあ笑いというのはね、人生を明るくします。健康寿命も伸ばしてくれます。そして周りも盛り上がります。そんな動画を配信したいなと思っているみやちゃんです。よろしくお願いします。ごきげんよう。